前回はマクドナルドに7つの一番嫌な見つけられてしまったものを見つけ出しました。世界で一番人気ファストフードフランチャイズなので、もっとも虐待されているになってしまいます。ですが他のレストランは、1954年12月4日マイアミ都市にジェームス・マクラモルとデイビッド・エージェルトンは現在のブランドだけではなく帝国になり、世界を革命を起こしました。その名前はハンバーガーの卓越正規号になりました。バーガーキングです。人間の間違いを記念しながら、このフランチャイズに起こった忌み嫌って嫌な事故を顧みて、バーガーキングの60年の祝うの他の良く方法がございません。これはバーガーキング食内に7つの一番嫌な見つけられてしまったものでございます。7番なのに深いので、これはクルオーラのクロナ洗礼です。ファストフードレストランにだけではなく、すべてのレストランの従業員は神聖的な仕事をなさるべきです。食べ物を保護することです。私たちの食卓へ向かう食べ物が健康的で清潔で食べられる食であることを指揮を取ることです。ですが従業員は最悪使命をやろうとしているときに怖い状況になるんでしょう。クリスマスの時期に一人ではなく19従業員は会社に欲求不満の理由で復讐心するのを決めて、職に搬入してバーガーキングが訴えられました。後で顧客たちへその食べ物が奉仕されました。権限者は60か100のパーティーが搬入されたとおっしゃいました。それだけではなく、従業員の誰かがパンの置く前に肉に唾を吐きました。もちろん刑事責任が表示されました。7番でございました。6番、バーガーキングは自分のコンボを持っています。コンボの中にキッズミール、日本語で子供食というコンボがあります。このコンボは完璧なプレゼンテーションなので、子供たちが好きだそうです。ですが、時々に惑星たちは整列して、おかしいことが行われます。キッドミール内に見つけられてしまったものだけではなく、行われた事件のコンテクストです。子供の好きな食をあげようとしていましたので、おじいさんは孫にバーガーキングへ連れて行きました。無実なおじいさんは4歳の孫に最ものかわいいコンボを買ってあげました。おじいさんは慎重にナプキンの上にハンバーガーを置いておいて、ペコペコの子供にあげました。でもおじいさんはサンドイッチを手に入る前になんか変な音を聞きました。おじいさんは振り返って子供から悲しい目で見られてしまっていました。子供の口は食べ物でいっぱいで、グラスの断片があり、息をしながらなんか緑なものが発見しました。かわいそうな子供はたっぷりな大麻パイプを見つけてしまったのです。この植物を吸っているの皆さんは同じ人ではないです。だって、カール・セーガンも大麻を吸っていたそうですよ。ですが、大麻を吸っているのたくさん最悪な人もいます。店長が見つけられないように、店員はハンバーガー内にパイプを隠しました。店員の戻った時にトレイが運ばれてしまったのです。思春期店員はクビになった。おじいさんは驚かせました。そして子供は怪我なし、多分子供の命の一番楽しい日になったかもしれませんでしょう。
ロックバンドでございました。5番、ヨランダ・オロスコはハンバーガー内に汚いものを発見しまったんです。でもびっくりことも汚いことも同じレベルでした。幸いにも彼女が無事でした。この女性はただのチーズバーガーを買いました。最初の紙を押して、敏感な歯はパンや肉やチーズの中になんかおかしいことを感じました。彼女は口を開けて物を取り出して、黒くカミソリブレードを発見しました。バーガーキングにはグリルのグリースや廃棄物を掃除するために2インチのカミソリブレードを使われています。なんとかグリースのたっぷりで汚いカミソリブレードはハンバーガーに到着しました。ヨランダは警察に文句して、バーガーキングは誤ってもっと大きな事件になりませんでした。彼女の場合にはいくら舌をブラッシュしても口からその汚いグラスの味を取り消せませんでしょう。5番でございました。4番、4番になったんですけれども、これはバーガーキングに行われたとても人気な事件です。被害者は兵士であり、とてもお怒りになってしまいましたのです。2010年12月にクラーク・バルソルミュ軍曹はオートバーガーにトリプルスタッカーを買いました。軍曹さんは帰ってから食べるを始まり、髪の中でとてもひどい痛みでびっくりさせました。兵士がお手洗いに行った時に口を開けて血の味を味わって、注射器の針が舌を浸透させたことを発見しました。ゆっくりに針を取り出すことはオーラ映画の物語の始まりでした。男は気分が悪くなってきまして、緊急に電話しました。次の朝、男が病院で起きて、医者からあと5日の間に病院にいなければならないことを報告されました。理由は兵士の小腸に他の針を見つけられたことです。針が使用されたかどうか一切に発見されませんでした。幸いにも軍曹は他の病気を開発しませんでした。しかしこれは汚くて危なくて、そして他の病気を汚染されるかの痛みや苦悩で怖い逸話でした。4番でございました。3番、3番はインターネットに特別で伝説になった逸話を語ります。すべてのフォルチャンが怒らせて、匿名たちは参加して正義の襲撃をなさいました。当然なことでした。バーガーキングの30業員はフォルチャンのランダムフォルムに面白い的なことをしようとしていました。一人の従業員がプラスチック容器の2つを踏み鳴らしているの写真を公開することです。写真の後にこのメッセージが表示された。これは貴様らがバーガーキングに食っているレタスだ。残念ながらこいつらが笑っていたんでしょうけれども、インターネットの怒りを受けさせます。フォロちゃんは写真を公開した人の所在地を追跡しました。受けられた情報は国家でオハイオ州でした。それだけではなく、カウンティも写真が撮られたバーガーキングの正確な視点も発見されました。その後に情報が公開されて、レストランは全世界の匿名たちからたくさん電話やメールも受けてしまいました。従業員の3人はすぐにクビになりました。事件の後、バーガーキングは事件が検出された時に間に合って、そのレタス容器が奉仕されませんでした。ですが、知っていますか？従業員がこんなことするなんて今回は初めてではないでしょう。
3番でございました。2番。この動画で何か学んだことがございましたら、間違いなくあるバーガーキングの従業員は深刻な精神障害を持っていることでしょう。これは食べ物と性格的な関係がございませんのに、この2番は大変なことになります。しかし間違いなく食べ物を含んでいます。ある従業員は素晴らしい思いつきました。店の食器洗い機をお風呂にとして使用することです。これは一体何という意味になるかどうか、ごゆっくり考えてください。こいつの脇の下や、生食器やお尻も食を準備するための、肉を切るための器具を洗うのをなじみすると石鹸にありました。MySpace に動画をアップロードしたので、この人が発見されました。もしご覧になりたければ、この動画の説明にスペイン語字幕でリンクがございます。彼は自分のことを Mr. Unstable、日本語で不安的な人という意味で呼びます。なぜ彼はこの名前を選んだかどうか難しい理解できることになりませんでしょう。これでもちろん、もっと気持ち悪くなりましたんでしょうね。もし知りたければ、こいつはクビになりました。2番でございました。1番。この動画は信じられない偶然で終了になります。だって、マクドナルドに一番嫌な見つけられてしまったものが戻ってきました。ですが、今回はバーガーキングで、それだけではなく、前回よりもっともっと嫌になってしまいました。2007年のある朝、ニューヨーク州のシラクサに、ミゲル・ハートレスはオートバーガーにサウスウェスタンウーパーを注文しました。帰って、ハンバーガーをさらに置いといて、最初の紙の時に、舌と口外の間に、肉とチーズとマヨネーズに混合していて、体液みたいになんかおかしい味を味わいました。男は口を開けて、チューインガムみたいに物を取り出しながら、肉が降っていて、オーラが爆発しました。コンドームなの。そうですよ。使用されたコンドームでした。男は証拠を持っているために写真を撮って、すぐにフランチャイズに訴えました。2010年にバーガーキングの弁護士たちはミゲルと非公開契約を同意しました。ご天才ではなくてもたくさんの金が提供されたことを想像できますでしょう。視聴者様の職内に使用されたコンドームがございましたら、お金のいくらを要求しますか？よろしければコメントでお書きくださいませ。動画がお好きになりましたらどうぞライクして友達と共有してくださいませ。もっとこの動画見たいにために私のチャンネルに登録してください。ソーシャルメディアにもフォローできます。私の Twitter と Facebook にも。動画の説明に直接なリンクがございます。ドローズでございました。おやすみなさいませ。